はい、ただいまお聞きいただいたのは、キャロル・キングさんの Someone Who Believes in You でした。さて、続いての曲の紹介をしたいと思います。続いての曲はですね、松田拓也さんに歌っていただきます。その松田さんからメッセージを預かっているので読ませていただきます。この曲は何度か恋をしてきたけれどうまくいかなくて、それでもやっと君に出会えた、君が最後に恋をするんだという意味の曲ですが、僕はこの曲を最後の学生生活を思い浮かべながら歌おうと思います。この3年間で少しではありますが自分をいい方向に変えることができました。でもそれは僕の力ではなく、先生をはじめ先輩や後輩、そして何よりも仲間がいてくれたから、仲間がいてくれたからだと思います。本当にありがとうございました。それでは聴いてください。松田拓也さんでザ・ラストタイムです。どうぞ。
Amen.